お疲れ様ですまああの「未来に期待するな」っていうね、まあ、こうキーワードがあるんですけどもこう未来に期待するなってどういうことかっていうと今日日よりも明日の方が優れててるる人間になってるはずだから今日できないことでもそのうちできるチャンスが来るんじゃないかなとか後回しにしたことでもいつかそれを腰を据えてしっかりやれる時が来るんじゃないかなと思っちゃうとそうはいかないということなんですよね。<laughs> 基本的に人間は生きていれば生きているほど先になれば先になるほど用事はねどん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 増えるんですよ。 だから今日休憩して明日回しにしたことってもう何かでね大きく割り送っちゃうんですよねで多分ねじゃあ3日前とか5日前とか10日前にそのうちやろうと思ったこと多分未だにやってないんですよでそのまま人生終わっていくって感じなんですよでそれが顕著になってあられるのが自由度の低さでしょうねでお金がないとかね時間がないとかね何々がないとか誰それがあるからこれができないとかでその問題の一番 真ん中にいるのは自分自身の,その決断と結果のなさっていうことを、まあ、いつまでっても、ね、認めんかやっぱこう自力でできることって結構多いんですけども、うん、それをやり尽くしてあ自分ではどうにもできないことがあるなっていうのがやっと見えてくるのに最初からねもうしょうがないっていうね便利な言葉をね人は使いますんでねしょうがないというねまさにしょうがないしょうもないなというとことでございます。 あのなんで FX にしてもビジネスにしても、うん、なんかねうまくいかなかったなりにやり込んだからこそ次のステップにそれが生きたんじゃないかなと思うんですよ、うん、だからそのねまあ麻雀店とかパチンコスロット店も飲食店も随分やりましたけど潰れるまでやりましたからね潰れるまでやったからこそ徹底的にやったからそれをそのまんまうまくいきそうなものに持っていったらまあねあの 潰れないんだから続くよよねねってことですよ、ね、それだけじゃないですかね自ら歩みを止めれば、うん、そこで行き止まりになってしまうんでそういうことじゃないかなと思いますけどね,、うん、ね多くの人がもう人生間に合ってないんで何かをしたくてもあれがないこれがない多分やってないと思うんですよしまいにはもう希望を持つことをやめて特にあの夢ありませんとかね理想を持ってませんとかってね、うん、まあそれは言ってみれば泣き言でしょう。 何もかも自由にできるようになったのにそれでも理想や夢は持ちませんかってことは、うん、だから持たざる者が何を言うんですかってことでしょう。いってらっしゃいし